右よし左よし国吉開催。まだ沖縄にいるんですけれども、2020年国吉選手復帰に向けて、頑張りますという形の動画を上げたんですが、また引き続きですね、肩リボン計画をやっていきたいなというふうに思っておりまして、で今日はおかげ新旧接骨院に来ております。ここはですね、実は私の小学校時代の後輩がやっている接骨院です。彼は沖縄の名門沖縄尚学に進み、甲子園にも行っていたかなというふうに思います。で今は自分でこちらの接骨院を開業いたしまして、頑張っているようなので、ちょっと今回沖縄に帰省したタイミングでですね、ぜひ僕の肩を見てほしいと。それでは早速行ってみます。おー、よしき、めちゃくちゃ久しぶりだな。おお、仲間で。あ、いいね、素晴らしい。え、マッサージとか接骨院だけじゃなくて、こういうトレーニングなんかも、もう本当に簡単なやつですけど。なんですか、まずは。そうですね、まずはちょっとバランス、国吉さんちょっとバランスをチェックしたいので、はい、本当に簡単なやつなんですけど、はい、片足で一本立ちで。一本立ち、はい、バランス感覚俺マジなさそうな気する、はい、これ10秒キープします。はい、いい。おお。で今度今の片足出しに、はい、ですね、目を閉じて、はい、いきます。はい、1、2、3。おお、全然グラグラする。お前マット揺らしてるだろ揺らしてるだろマット揺らしてない。お前こんなやってたんだろ。お前揺らしてない。揺らしてない。はい、めっちゃ揺れるやん。これをやっぱできるようになってほしいんです、ね、あ、そう。ちょっと続いて足首股関節の硬さのチェック。そしてどんな時に痛みが出るかを入念にカウンセリングしました。いや、復活したいよ。あれ、そうだよな、小学校の俺を知ってる唯一の証人だもんな。ちょっとそうだよな、そこそこ肩強かったよな。言ってあげてよ。こっちはいけるんだけど、こっちがね、回んなくて、で、左打ちもやめたの。よっしゃー、なるべく上下して最後におそらく一番痛みを引き出している原因であろうフォームをチェックしてもらいました。こう、フォームに向かって足出してる時に、右足が結構膝が前に曲がって出ちゃってるので、はいはいはい、そうじゃなくて、イメージとしてはこの股関節をうまく使ってほしいんですけど、つま先よりも膝が前に出ないイメージ、というよりは股関節を引き込んでほしい。一回右向いてこれを自分でここ押し込んでいくから、そうですね。でそのまま足をフラッと上げて、そうです、向かって、これ、はい、難しいんですけど、そうです、そうです、イメージは、そうです。これでもやっぱり、はい、ここのなんか硬さが自分でも分かる。そうです、で股関節硬いから余計この動きが作りづらいんです。この動きができないとやっぱインステップになったりとか、はいはいはい、余計にやっぱ体に負担かかる使い方になってしまって、ノボさんとかもこんな感じですか。こんな感じです。あ、今できてました。え、できた。モルモル出てきてた。今できてました。そうです。そうです。わかります。多分わかんないですよ。できた。嘘。これです。これできてるの。これです。ノボも綺麗。そうです。この動き、これです。マジで。ステップ今完全正面行ってる。あ、今までやったらもう、そうです。こうデビューステップし、こっからのまた上半身のさらにひねらない。こう投げに行くから硬いくせに結構無理な体扱いになってきたから、ちょっと横無理なのになる。なるほどね。それでトモさんの画面しか。このステップのやつわかります。あ、綺麗に。確かに。わかります。ちょっとそうです。そしたら、上半身の無理なくにいらないので、ノボさんすげえじゃん。まあ、本当、一部ですけど、やっぱこういうところから見直していかないと、なかなか肩の痛みっていうのは難しいので、そうか、肩以外のところでやっぱストレスかかるような使い方してるんですよ。なるほど。
シュルシュルシュルなってるよな。15年ぶりのシュルシュル言ってます。ありがとうございました。いや、壊れてない。壊れてない。壊れてない。全然投げる。嘘。痛いっすね。あと本当にフォームとかか。だと思う。やってやっぱ痛くない時と痛い時があるとか、まあ、そこは原因です。やっぱり5球に1、はい、2球ぐらいは痛くない。はい、で、ちゃんとシュルシュル、はい、行くし。痛くない時はいいボールです。ああ。ちょっと壊れてない。壊れてない。はい、2020年勇気も出たよ。お前に会ってよかったよ、本当。25年ぶりぐらいに。ちなみに2020年あっぱれ初活動のシートバッティングで国吉さん捕手復帰しております。はい、返球を見ても問題なさそうです。さらに打者としても復帰して打席に立っております。この様子は後日詳しく公開しますのでお楽しみに。続いて国吉さんがやってきたのはヒューマンコンディショニング研究所に来ております。ここはですね、実はあの私の中学軟式野球部時代の正捕手の座を争った比嘉祐介さんのお店に来ております。生涯現役を目指すあなたを徹底サポート、まさに2020年現役復帰を目指す私にぴったりではないでしょうか。じゃあ早速中に入ってみたいと思います。おお、やっております。ハイサイ。比嘉祐介でございます。わ、すごいな。陽気。陽気です。もう巻き方が出てしまってるのが、痛みにつながってるかもしれないから。うん、ま、巻き方ってこういう状態、猫背みたいな。肩が内側に。はい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 。最初から肩が巻かれてる分、うん、後ろに行く時のストレスが相当かかってる。はい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 。あ、そうか。最初からこうなってるから、そう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 、後ろに行く時もなんか余分な動きがこうやって必要になってくるんです。そう。そうなってくると、はい、それの原因が股関節にあったりするのも、はい、あったりするから全身的に見ていって、はいはい、こう改善させていくように。なるほどなるほどなるほど。なるほど。肩だけではないと、うん、原因は。痛みのここ自体も原因ではなくて、うん、結果としてここに痛みが出てる。はい、取られて全身的に見て変えていく。では早速。はい、お願いします。はいね、硬いよな。こっちも硬いね。左の方が硬い。痛い。いやあ、ちょっと待って、ちょっと待って。なかなか。おお。はい、こっから足を内側に閉じて。足を内側に、よし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 、はい、閉じて、よし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 、投球でいうところの股関節がうまく使えないと肩にも負担がきますよ。なるほど。肩が痛いって言って肩ばっかり見てると横はなりませんよ。おー、この後比嘉さんから様々なストレッチやマッサージ、そして体の使い方などを国吉さんみっちり教えていただいたそうです。はい、ありがとうございます。2020年の国吉復活、選手復帰に向けてやっていければなと思っております。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで本日行った2つの施設、気になる方はぜひチェケラー、国吉監督の復活応援してください。お願いします。